2024年6月2日14時43分。今日、一時的に、天気、晴れにしてたんですけども、まだ向こうの方はちょっと明るいんでわかるでしょう。急にすごく風が吹いてきて、雨が降り始めました。かこちゃん、これが現実や。もうこれ以上悪いことしたらあかん。あの見てから波に遭うからあかん。お亡くなりになれた人たちで低所得者の人たちの方が多い。これはカコちゃんだけじゃなくて他の高額所得者全員に言ってる。年収400万円以上の人間から高額所得者、これは本当の話や。資産価値見て年収と勘違いするな。実際年収1億円以上の人間も何かいるみたいやけども、一時的なものや。経費どれぐらい使ってるか、そこや。昔から大きな家建ててる人と高級車乗ってる人が悪い人や。一瞬でこの状況や。黒の車が止まりに来た。今日日曜日やの、晴れませんこずに。わかる？もうおかしな公務なんか開いたらあかんの。最後三宅で残るのは、今のところは悠仁様のみ、天皇として。それが5年後か10年後なのかは分かりません。年齢的なことを考えると5年後ぐらいから僕とかがサポートしてエネルギーの残存量問題を軸に世の中を形成する。僕は公務員としては絶対に参加しない。民間人としてなら参加します。しなきゃならないことは全員同じ。公務員ほど無茶苦茶なものはない。国家公務員と、その先は天下りで各会社の役に身勝手し放題なのに捕まらん奴らばっかりや。最後はニーサっていう形で、あれも最初はもうこの話しましょうか。ニーサ1990年代からその前身は ISA、 テレビ局絡みの言葉や。日本人バカにしとんや。イーサって、原爆落としてもイーサって、世界中との友好関係を築いてきた淡井圭介だから言う。だけども淡井圭介が怒ってる時に反省しないでヘラヘラヘラ笑ってるやつが、コンピューターが翻訳して時間軸を超えて聞こえてきてるっていうのは分かってる。証拠は押さえた。特にカコちゃんと握手した異性、同性の人間もはっきり言って信用なら、世界中エロ業界の人間なんか蔓延しとインターネットでつながってるか分かる。どこの国にもおる老人男性の集団が、見た目は小学生か中学生ぐらいや。多分小学生や。すっぱだかのサウナで一人一人順番に胸にキスしよう。議員とかとちゃうんか。どこの国や。低所得者で歯を縛って自分の体ボロボロになりながらでも頑張って働いてきた労働者の気持ちわかるか。全員法廷で三振と以内の請求で、お前らが建設したスタジアムの建設費用全額払わせたる。全員や。世界中の人間全員や。特に医療業界、そういうのつながってた人間覚悟しとけよ。お前らの株一文なしになるわ。あんなんなのに罰金額、そんなことでこの世の中収まるわけないやろ。で、世界中の政府上層部の人間で
低所得者層の人間の寿命を奪ってた人間何におんねん。こっちは寿命があるよ、睡眠時間っていう形でな。取り返す方法を知ってる人間にはすみません。ゆぜ取り返す法的処置を見てな。見てみろ、大粒なのね。今自然と黒は通りよ、オートバイ、服装、で、バスケットボール界の渡辺裕太と八村塁はまだアメリカおるんか。渡辺裕太、お前は帰ってこい。何回も言われてるな。八村塁は何人や。アメリカ人とのハーフか。そうやったらこちらからは何とも言える。お前はどちらに住んだ。アメリカに住んでるんだったらアメリカに移住せ。介護せ。ちゃんと親の面倒見たれ。日本に住んでるんだったら日本に帰ってこい。この世の中全員金狂いや。仕事と上して石油の技術的採掘可能な埋蔵量残り54年分、ガスなんか49年分や。数字はしっかり減っと。1998年の頃は69年分や、石油は。最後の最後までみんなとぼけて終わるぞ、全人類。食料の供給が急に止まって、スーパーマーケットに食べ物並ばなくなって、いろんなところで餓死続出するぞ。コロナウイルス見て分かったやろ、あれ生物兵器や、医療業界の連中が作ると。でそこに乗じてそのワクチンが効くと称して、効かないワクチンを大量に、あれは売ってるって言っていい、無料でもな、みんなの税金や。それで仕事に変えてたら余裕がいいやな。本当の話した瞬間ものすごい網に変わるよ。これが現実よ。そろそろ雷でも鳴り始めてもおかしくないんちゃうか。あれ、みんなの怒りとあの世の人たちの怒りと未来の人たちの怒りや。あの世行ってからの閻魔大王っていうのはどういう存在か分かったよ。多分僕たちみたいな人間や。富裕層の人間にカモにされて、カモにされて、利用されて利用されて、そいつら贅沢三昧して、うまいもん食って高級なもん食って、一度も淡井圭介を助けることなく未来からの情報を得てずっと金を稼いでいた。それが世界中の富裕層の正体や。全スポーツ選手、自分の母国へ帰れ。そうすれば無駄なエネルギーの消耗はそれだけでも少なくなる。淡井圭介の履歴ホームページ117番に記載している内容を見て、どういうふうに巡業するのか。ワンセットや。スポーツ界はスポーツ界でスタジアムの使用料を払って返済や。老朽化者はもう建物解体してそれでしまいや。人口は急激に低下してる、精神病院のせいや。日本だけで病床が5万床ほどある。1年間で平均4人入れ替わり立ち替わりへ使用されているとして、じゃあ20万人や。日本の今の国境の人口は4000万人ぐらいや。男性と女性、生まれてきている今の国境内の人数、そういえば昔10万人を下回ってた。男性
例えば9万人、8万人台、7万人台、女性9万人台、8万人台、7万人台、10年ぐらい前にみんな見かけんかったから。日本でさえこれやで。国土面積でもう一回みんな考え直そう。もともと日本と朝鮮半島と満州国、この辺り一体で1億人ぐらい、1億2000万人の話。人口は1977年より前から減ってる。だけども1億2000万人のは数字が動いてない。日本の場合、他の国は真面目にしてる国は自分の本当の人口を公開してるのかもしれないけども、多分どこの国も同じや。金や地方交付税、公務員ほど悪いもんおらへんっていう話になってる。日本でも面積的にも考えて、もともとが4000万人ぐらいしか住めないっていうことは、イギリスの方が面積狭い。アイルランドまでイギリス国内とするのであれば、面積はどうかな、同じぐらいのところまで持ってこれるかな。けど朝鮮半島だって日本の本州ぐらいかな。で台湾は九州ぐらいの大きさしかない。九州は500万人いるかいないか、多分いない。中国人口5億人いるかどうかや。じゃあインド何人ぐらいに見える？これが本当の話や。架空の金使って遊んでたのがワールドビジネスサテライトとかや、大企業。人口どう思います？どこの国がどれぐらいいるか。アメリカ多分1億人ぐらいですよ。もう一度言いますよ。日本と朝鮮半島と台湾と満州国、ここは結構広い。日本と朝鮮半島と台湾足したぐらいの面積、それが満州国で1億人ですよ。でアメリカはずっと長い間戦争してたから、ここはあまり人住んでない。多分1億人ぐらい、2億人いないと思います。だってカナダ、正直に言ってるカナダは人口2000万人ぐらいでしょう。ここはもう冬が極寒の地帯、あんまり人はその住みたい住みたくないがある。住める住めない、外出た時にずっと長い間大雪が続いたら食料が尽きて死ぬ可能性がある。車役立たん。ホワイトアウトだったら、大吹雪だったら車から外見えない。ワイパー動かしても同じ、見えないものは見えない。崖とかに転落する。昔からそういう事故いっぱいある。面積見たらわかるでしょ。で緯度経度を考えたときに、この辺りも極寒の地、アラスカにあんまり人がいないのと同じ。ソビエト連邦ですけども、まあロシア、まあロシア面積は広いですけども、やっぱり極寒の地でありますから、やっぱり人はあんまりいない。環境的に難しすぎる。フランス、大きさ、イギリスとアイルランド足したぐらい。スペイン、もっと小さい。ポルトガル、もっと小さい。ギリシャ、デフォルトってだいぶ前に言われてる。15年ぐらい前、アテネオリンピックの時。本当のことだけで話して生きていこう。金持ちじゃないふりはやめよう。年収400万円以上稼いでる人間、あと高級車に乗ってる人間、株持ってる人間、どの瞬間に大雨になってたかもう分かるでしょ。
民法720条正当防衛丸一丸二、第三者にも正当防衛使用できる。昔1990年にバブル崩壊したっていうことは方法があるはずや。その時も同じや。世界中で株高になっとる。世界中の富裕層を一気に懲らしめる方法とその勢力は存在が必要になってくる。何か手段があったはずや。何かのスタートラインが。国が株を押収するとあんまり意味がない。国による王室制度とかそういうところの国じゃ意味がない。その人たちが金持ちになって世界中飛び回って仕事と称して観光を仕事と称する。ガイド付きでな、通訳付きでな、エネルギーの残存量問題からかけ離れる。今は IK ですけど、その方法を探している。次、ISA を調べる。